はい、こちらね、私がよく行く、ナンバー小田ロード周辺のね、ワゴンセール20円のね、ワゴンの中の、一つね、20円なんですけど、5つ買うとダメなんですけどね、5つ買って100円でね、1つあたりにすると20円のワゴンセールをしていたので、仮面ライダーのね、ガチャガチャの開封後のね、ブックレット付きの、商品がたくさんありましたのでね、そちらの方をチョイスして、特に取ってきたんですけど、取ってきたというか、買ってきたんですけどね。特にね、他の商品も紹介していったんですけどね。これね、最初見た時ね、これ、ウルトラマンの怪獣かな思ったのと、これなぜかね、店員の間違いかもしれないですけど、これね、アマゾンのこの腕が入ってるんですよ。これ。今も言ったように、これ、昭和のね、仮面ライダーの怪獣と思うんですけど、これ、黙ってたらこれ、ウルトラマンの怪獣に見えません？これ。ねえ。これ。それかね、どう言ったらいいんですかね。ゴジラに出てくるような感じなんですけどね。こんな怪人いたんですね。なんかの時のキャラクター、昭和ライダーの敵やと思うんですけどね。怪人やと思うんですけど、こちらの方とね。で、このね、謎のね、アマゾンライダー、どう考えてもアマゾンライダーのこの腕なんですけど、これね、ラインナップ見たら、ちょっと見ていきましょうか。これね、今回のは、仮面ライダーカブトのね、HG シリーズ、インセクトウォーズ編なんですけどね、仮面ライダーカブトの。これが、発売のね、時期が、ちょっと待ってくださいね。ちょっとね、ピントが合うかどうかわからないですけど、2006年なんですね。ごめんなさい。ちょっとピントが合いづらいですね。2006年なんですけど、こちらの方のね、ラインナップ上が、ブックレットね。こちらの、最初にも出てるように仮面ライダーカブトですね。と、このアマゾンと、このね、僕が今回いた三小魚のね、怪人と、ごめんなさい。でね、他の、この昭和の時の多分怪人やと思うんですけど、紙切りキット。でね、先ほど紹介した仮面ライダー響きのね、仲間のキャラクターと、これがね、鬼のね、鬼の鎧ですね。鬼の鎧と、これがね、私の好きなね、仮面ライダーギルスなんですけど、一つ言えるのがね、間違って、このね、隣にいるこのアマゾンのね、これの腕が入ってたとしてもね、これおかしいですよね、ほら。腕がね、ほら。左じゃないでしょ。右じゃないでしょ。左でしょ。これね、方向的に。ほんで、左にね、ほら。これ、角度がこうなってるじゃないですか。だから、このアマゾンのパーツじゃないと思うんですよ。別のバージョンのアマゾンのパーツだと思うんですけどね。なんでしょうね。なんか意味があるのかな。店員の間違いかな。こんな感じでね、紹介させていただいたんですけどね。これね、肉厚がすごいんですよ、これ。で、これもね、20円で買えたんですけど、これね、調べたら、オークションの一例でですけど、これね、名前やったっけ ?300 円で競り落としてる人いましたね。これなんかちょっと人気があるみたいですね。これもね、今やからその値段、ちょっと目が怖いですよね。この値段なんですけど、当時はね、もう、これね、もうこれも1円以下やったんですよ、多分。そんな感じでね、どんどんね、皆さんのね、物に対する重要性のね、重要性っていう言い方がおかしいんかな。物に対するね、お値段の見方も変わってきてますのでね、変わっていないものもあるんですよ。こちらと、こちらとこちらみたいにね、当時も今も1円は1円のまま。で、物に言ったらね、当時は1円でも、もう今となったら250円、300円、これが150円とかね、そういうね、変化とかもあったらね、あと値段とかもね、こんな売ってましたよ、こんなありましたよっていうのをね、どんどん配信していきたいと思いますので、私の、動画内容がいいって思ってくださった方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。